皆さんこんにちは、ボストンの指揮者佐藤洋平です。引き続き三村さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、今回はね、ボストンでの実際の音楽活動っていうのは、まあ、学生自体を含みどんな感じでした？まあ、私の場合はソリストだったんで、きっかけがやっぱりコンクールで、ボストン・ルガーノ音楽祭コンクールっていうのが学校であって、スイスのルガーノの音楽祭が、はい、うちの学校を拠点にこうオーディション形式のコンクール開いたんですよね。その何ヶ月後かにルガーノ、スイスに呼んでいただいて各地で演奏させていただいた。それってマリンバだけですか？あ、もうどの楽器にも開かれてました。全部、歌でもピアノでも、でもさらっと言ってますけど、だいたいさっきも言ったこういうコンクール受かるのはバイオリンかピアノじゃないですか。そうすごいですね。もう超越してましたね、七井さんのレベルって。ちなみになんですけど、うん、主観的なお話なんですけどね、国立音楽大学の時って、うんうん、日本でコンクール受けてなかったんですか？卒業の時に、まあ、日本打楽器協会っていうね、打楽器の先生方がやっているその協会主催のその年に卒業した音大生たちでコンクールみたいになったんですけど、まあ、そこでは1位はいただきましたけど。日本で1番だったらボストンでも1番だったってことですよね。うん、それすごいですね。そのボストン・ルガーノの前にカリフォルニア・ロサンゼルスのがあって、はい、それはその私の先生が留学する前に、うん、ボストンに引っ越してくる前に、なんだ、とにかくこういうコンクールがあるから、うん、LA でテープ送りなさいって言われて、で送って、はい、でその本選がボストンに引っ越してからの11月にあって、はい、そこでまず1位取ってます。それ何の国ですか？パーカッシブアーツソサイティっていう、世界で一番大きいアメリカの打楽器協会です。打楽器ってことはマリンバ以外もいろいろ受けるわけじゃないですか。そのパーカッシブアーツソサイティ主催のマリンバソロコンペティション。あ、なるほど、うん、それも優勝して。そうですね、行った途端に優勝しか今聞いてないんですよ。全部エリートだったんですよね。でも一次予選も通ってないとか、二次予選で落ちたとかのコンクールの経験もあります。それは高校と大学の時に、ね、ちょっと気になるんですけど、コンクールで1位取ったら、うん、次また受ける時にまた1位取らなきゃみたいなプレッシャーってないんですか？うん、私の場合は家が裕福な家じゃなかったから、中学生の時から親に学生までは生活費サポートしてあげるけど、その次の日からは自分で全部やってきなさいよってずっと言われ続けてて、だからとにかく自分で稼げるようにならなきゃいけないっていうものすごいプレッシャーを背負って、小学校6年生中学生ぐらいの時からずっとやってたんですよ。だから詳しいことはよくわかんないんだけど、とにかく一生懸命やってました。大学にはじゃあフルスカラシップ？フルまでは出なかったけど、もちろんもらってました。でも生活費は日本の奨学金がなんか申請されました？私その時はそういう制度も全く知らなかったので、うん、国立音大では奨学金いただいてたのと、はい、あと卒業した時に首席で卒業できたので、はい、NTT ドコモさんから奨学金をいただいて、はい、で留学資金にしたり。なるほど、本当自立されてますね。すごいですね。それが条件だったんですよ。まあ、たくましすぎますね、ちょっとねえ。ちょっと人間力がもうアメリカに行ってる時点で、もうやだって、ね、そんな苦労したくないのに。いや、それでもそれが演奏面に出てるからね、すごい深い演奏になったと思うんですけど、日本の大学生活の時にご苦労されてる、まあ、苦労がベストではないと僕は思うけど、でもやっぱりこういろんなこう自分の生活を違う角度から見ていかなきゃいけないんです。音楽だけするわけじゃなくて、今晩のご飯がね、まあ分かんない、明日の朝ご飯全部やっていかなきゃいけないって、いろいろこう人間的に考えることが増えてきた中で、なんで私だけこんだけ苦労しなきゃいけないんだろうってネガティブなことって全然なかったですか？やっぱりありました。あれ、私他の人と違うなっていう、やっぱり音高入った時から、あと大学入った時からやっぱ温度差を感じますよね。そうですよね、うん、私だけだからこんなすごい真剣だったし、まあ、中には数人ね真剣な人もいましたけど、そこまでみんなこう必死さがねなかったから、でも、みんなはもう違うんだ、私は私だっていう完全に割り切ってましたね。孤独でしたね。孤独ですね、本当にそれは孤独でした。こんなナイスなのに孤独さが僕は見たことなかったですわ。いや、今でもそういった面ではやっぱり音楽と向き合ってるっていうのは孤独ですよ。らしいです。そうしたらね、まあ、いよいよアメリカでも、うん、まあ、またこう、まあ、アメリカだったら多分それぐらいの
意識の高さ、必死さでね、国背負ってくる人たちたくさんいたと思うんですけど、まあ、随分楽だったんじゃないですか、そしたら環境面では。そうですね、ボストン学院に行ったら、やっぱり価値観が合う人とか、本当に音楽が好きで、プロ目指して頑張ってる人とか、友達も日本にいる時より、アメリカに行って初めて友達ができたみたいな感覚もあったし、楽しかったです。そしたらボストンはあれですか、こうエンジョイ始まるんですか、学生生活っていう、まあ、短かったですけど、なんかこう、友達とみんなで飲み行ったりとか、ご飯行ったりとか。ほとんどしなかったです。だって練習、それこそ私お酒全然35、6歳ぐらいまで飲んだことなかったし、そのお酒飲んでこうふわーってなる時間がもったいない。だって練習と勉強しなきゃいけないじゃないですか。そのエネルギーがあるんだったらそこに費やさなきゃいけないじゃないですか、はい、でコンクール前なんて毎日6時間練習してたし、もちろん友達とご飯食べに行ったりたまにしてましたけど、パーティーとか一切行ったことない。全然私生活が見えてこないですね。だからストイックにちゃんと朝起きてご飯食べて、朝から授業行って、授業終わったら夜11時ぐらいまで練習して帰ってくる。素敵な出会いとかないじゃないですか。なかったです。ボーイフレンドいなかった、学生の時は。すごいですね。だからそれだけストイックに本当に頑張ってたんです。それって気づかない当たり前だったんですか、それともそこまで自分をしっかり追い込んでやりきった感じなんですか。それが当たり前という環境で育った。なるほどね。デビューするまではその無理してるっていう感覚もあんまりなくて、その一生懸命頑張ることがもう普通だった。でそのまま頑張って、でまあ、ちょっと話は重複してますけど、デビューしてね、マネジメント契約して、マネジメント契約したらね、学生生活終始生きながらで活動しなきゃいけないじゃないですか。そうですね、年間代でどれぐらいブッキングされるもんですか。それはもう全く違いますよ、その時期とかによって。ただ私でも本当に大学院2年でデビューがあったんで、ちょっとやっぱり忙しくなっちゃったからワンセメスターお休みしました。そうですよね、じゃなきゃ無理ですもんお休みしてだから大学院を2年半かけて卒業して、学生生活しながら、まあ、プロ活動して。そうですね、やっぱりまあ、事務所経由で来るお話とか、あと私に直接アメリカ国内上の大学とかからちょっと教えに来てくださいとかいうのもあったので、学生やりながらお仕事をいただいてって、いろんなところに飛ぶようになってた。あのね、僕ね、昔自分のちょっと経験で、ね、やり仕事受けすぎてちょっとこうしっしっかり準備していた感だったけど、今考えてみたらあれ本当にしっかり準備できてたのかなっていうことがあるんですよ。七井さんって突然そんな忙しくなったら、ちょっと今までの自分の人前で聞かせるぞっていうこのラインに必ず到達しなくてもその日は来ちゃうわけじゃないですか。だってブッキングされちゃってるから。でも絶対やりました。それってやりましたっていう、このやりました準備、その準備って、そうすると1日24時間しかない中で、どうやってそこまでこう一気に忙しくなってきた時間をクオリティ上げてたんですか。クオリティはだからその私がその忙しかった時にできなかったことはアップデートです。だからアウトプットばっかりでインプットができなかったんですね。だからその求められたことに対してはもう 120% ちゃんと出すんですけど、その成長ができてなかった、勉強とインプットができてなかったから。だからアウトプットだけだとやっぱりそこで止まっちゃうじゃないですか。だからね、なんだろう、音楽家としてまだたかが25、26なのに成長でやっぱり勉強し続けてないと成長止まるじゃないですか。その25年分までのことは出せるけど、その先に伸びていかないというか、だからやっぱりそれができてない何年間もありました。それってこう自分でいつか気づいちゃうんですか。自分で気づいたというよりは、私の場合はそのデビューして本当3年目ぐらいで体が動かなくなって忙しくて燃え尽き症候群になった時にハッと初めて目が覚めて、もうそれまでもう本当仕事とか責任を果たすことばっかりやってたのが、ハッと初めて休んだんですよ、何年かぶりに。これね、その先に説明させて、音楽家って1日休んだらマジ大変なんですよ。休まない。それはね、やっちゃったわけですね、とうとう。だから体が動かなくなっちゃったから休まざるを得なくなって、初めて
その人生、だから10歳から25歳ずっと走ってきたから、うん、休んだことなかったんですけど、うん、初めてこう気持ち的にもね、もちろんフィジカルにも休んでみたら、いろいろやっぱり考える時間が、考える時間ができたということは、ものすごい考えるんですよ、人生のこと、生き方のこと、これからの音楽のこと、今までのこと、こういう感じ。その時間はすごく良かったと思います。その成長できるきっかけを与えてくれたのかなと思います。それはやっぱりこう自分の中でコンクールで優勝してプロになることがゴールだったから。ああ、もうすごいあります。私やっぱり両親も周りにも本当にプロでね、その丸山奏者のプロなんていなかったんで、そのアドバイスをくださる人、その相談できる方が誰もいなかったので、勝手にこうやっぱりプロになることが10歳の時からゴールだったんですよね。それでゴールしてからもわーって頑張ってたんですけど、やっぱりコンクールで賞をいただいてデビューさせてもらったら、一つその15年間頑張ってきたことの糸が切れるじゃないですか。ピーンと張ってた糸がピチンと、だからやっぱりゴールと思ってやってたんだな、だから毎月賞候補になっちゃったのかな、ちょっと達成感、だからもうちょっとバランスよくやってればよかったのかななんて思いますけどね。あの実際ね、それで体動かなくなってゆっくり考えて、でどうやってまたその自分の活動っていうのをこう再開するっていうのがあるんですけど、それにはね、実は何年か時間がかかりました。自分がなんで音楽を続けていくかの目的も喪失したので、まず全然その若い頃には脳社会知らないうちは、とにかく自分の自活するために音楽をね、まあ悪い言い方ですけど道具として使って生活費を稼がせていただいて、とにかくご飯食べるためみたいな、だから自分本位で、ね、やってましたけど、まあ、その後、まあ、もちろんあのオファーいただいてたんで、マリンバのコンサートとかプロとして活動はしつつも、ちょっとその目的を喪失してた時なんかがあって、でも日本帰ってきて、あと海外であのコロンビアとかね、ニカラグアとかグアテマラとかメキシコとか、そういう先進国ではない国とかに呼んでいただいたりすることによって、いろんな経験をして、やっぱり社会を見る、世界を見て、社会の中で音楽とはどういう立ち位置にあるものなのかって考えるようになりますね。思い出した、ガテマラから帰ってた時ってちょうど会ってその話聞きましたよ。ボストンコンサートベースメントで会った時、その話、ガテマラが帰ってきたばっかり、そう、すっごいなんかこういい話をね聞いたわ。そうだ、だから水道ライフラインがあるっていうことは奇跡なんだ、はい、特別なことなんだと思ったり、あと、まあ、コロンビアにね行った時にちょっと話が重くなりますけど、やっぱり当時反政府ゲリラの活動がすごくて内紛がすごかったんですよ、うん、で子どもたちがさらわれてね、少年兵にさせられちゃったり、まあ、当時ウリュベ大統領という方がね、子どもには武器ではなく楽器をっていうスローガンを掲げて、子どもには武器を取り上げて、政府がその代わりに楽器を無償で政府が全部もらって、それで各村とかで貧困層っていうね、オーケストラのクラスを無償で、そういう子たちに与えて、音楽でこの子たちのとにかく精神をまずヘルシーにして、夢と希望を持たせて生きる力を与えよう、だから音楽が生きる力、まさに心の栄養になっているっていう現場を目の当たりにして、で私リハーサルとかしてたら本当に爆弾テロあったし、そういう経験もしてるので、でその爆弾テロあった次の日にコンサートやったら誰も来ないだろうなと思ったんだけど、もう警備を3倍4倍に増やして、もう爆弾が仕掛けられてないかなって、犬をコンサート開演前にもう会場中犬がクン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 やって、でそんな中でそのコロンビアと日本の就航100周年記念のコンサートをやって、会場がね2000人ぐらいのキャパだったのがもう3000人ぐらい来ちゃって、その一般市民の方がやっぱりもう疲れてるわけですよ、その紛争、音楽の力でみんなで平和を狙おうっていう、あれは一生思い出に残るパワー、音楽のパワーっていうものを初めてこう感じたコンサートになって、音楽ってこんな力があるんだと、っていうそういうさまざまな経験をしてガラッとやっぱ変わりましたよね。音楽に対してものすごい畏敬の念を抱くようになって、音楽ってすごいんだ、音楽を心から尊敬するようになって、まず音楽の神様にありがとうございましたって心から感謝したし、あとマリンバのところに行って土下座して、私楽器に今まですいませんでした、自分の道具としてね扱ってて本当申し訳ありませんでしたとマリンバに謝った、それで
験とかあります。そんな経緯があったなんてね知りませんでした。音楽に対する向き合い方、価値観が変わりました。そこからやっぱこう自分の中でこう楽になった部分もあると思いますし、より一層厳しくなったところもね。そうですね、やっぱり人のためにやるようになったから、うん、オファーをいただけるということは、その期待されているものを最低限期待度 100%、はい、その 120%、140% のものをお返ししないといけないじゃないですか、うん、だからより真剣になりました。責任感もちろんね、うん、もうそういうこういろんな経験がね、まあ、だから音楽家でこういろんな経験を経てっていうのは本当の話ですよね。まあ、あの作曲家、ね、人生経験が全て出てるもんじゃないですか。本当そう ね、だから作曲家にしかりこう演奏家にしかりね、うん、まあ、その力を僕はちょちょいと借りてね、じゃ指揮をねさせていただいてるのも本当皆さんにいつもありがたいなって思ってますけど、本当にね、いやいや、あ、楽器奏者じゃなくてよかったとは思いますけど、まあでもね、そんな七重さんの演奏ね、本当に僕も6年ぐらい前かな、ね、一回あの演奏のお願いして、はいはい、もう素晴らしい演奏ね聴かせていただいてますしね、あの皆さんもぜひね、やっぱこんだけ紆余曲折あった方ね、まあ、そのエリートからね、またエリートで、さらにどんどんエリートになっていく、この演奏ね、日々勉強してね、アップデートされてる演奏ね、気になるとこだと思いますけど、次回はね、日本にいながら、いまだかつて、まだ世界でね、うん、こんな活躍してる人僕見たことないんで、学生生活ね、うん、友達とハングアウトしてないのに、してない、こんなに友達が世界中から呼ぶんだから、ね、ありがたいです ね、もうこの人間力ちょっと迫っていきたいので、気になる方はチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。